はい、どうも、腕前マイナス167のコメショと申します。フェス始まりましたね。フェスに盛り上がるみんなのコメント見ていきましょう。これもいいよね。えいって言っただけでこのカッコ。やだ、ゲームなしの生活なんて考えられない。それはそう、めっちゃうまい。これめちゃくちゃうまい。てかこの衣装、ブラックビスケッツの天の地にしか見えない。誰がわかんねんって感じだね。俺的にこの暇つぶしね、これもう一択だったわ。もう無人島に行っちゃったら道具とか食料というかもう生きられないから。そもそも食料があれば食料食えばいいし、木の実とか道具に関してはもうまあ持ってけるんだったら、まあ正直道具だけど、まあ、死を覚悟してもう暇をつぶしながら死んでいきたいなと。急に冷たくなってそっぽ向かれたり、なんでなんでなんで。誰が知ってるんだよブラックビスケッツ、今の子供誰が知ってるんだよね。僕も A-167 が限界です。もうこのキャラめっちゃ可愛いよな。好き、チュキ。なんかフェスの発表する時のドアップになった2人の顔めっちゃ好き。いいコンビだよな。やっぱみんな道具じゃん。大丈夫？なんか人の数で押し切られたりしない？あ、道具以外の人少なすぎてさ。めっちゃこれもなんかうまい。血気せよがなんか古臭い字。1200以降の報酬を出し渋るクマさんを許すな。クマって誰？君、お、ワンピースだ。好きなやつ、ワンピースシリーズ。自分の足食ったのか。そうだ、なぜそこのシーンなんだ。多分これ無人島なんだろうな。あのサイズの無人島に行ったら完全にあれだけどね、道具持ってっても全く意味ないけどね。釣り竿とかだったらありえるかもしんないけど、ゼフな、赤足のゼフ。このシーンマジ泣いたからな。漫画版でもアニメ版でもクソお世話になりましたのシーン。昔のサンジはチョッパーの声なんだよな。お前何食ってんだみたいな。子供のシーン大谷育英にやらせれば何でもいいと思ってるから。道具派。飯、何このキャラ怖。これ狂ってるからな。食料税は一様に狂ってるから、ほんと近寄んないでよ。道具税はガキな。道具税はガキ。あ、まだいた、またいた。お前暇つぶしとかする玉じゃないだろ。黒刀とか、まあ、あの探検な。ミフォークまでいたわ。食料助けて。本当になんかフェスで盛り上がってるね。ご飯できたぞー。暇つぶしだろ、食料だろ、道具しか勝たん。かわいいな、絵が。盛り上がってるね。ワンピース持っていければ俺はいいんだけど、なんなら。なんでこれなんか、そういうシーンあった？ミフォーク。ミフォークじじい大量発生なんだけど。うーれたまーの、ん？おい、角度まで一緒じゃねえか、おい。おい。ハムスター。絶対このシーンあったじゃん。なんかあった？いつこのシーン？教えて。ああ、もうキザルよりミフォークの数の方が増えたよ。潜りながらだったら6回ぐらいいけるからな、あの傘。タコだろ。お前イカじゃないだろ、タコだろ。オブジェクトまで変わるんだ。チョキ派。目を狙おう。チョキ派は今度こそ頑張ろう。チョキってどれ？あと、バキ的に言うと、パーの方が目つぶし狙えるからな。パーの方が5本ある分、目つぶしに有効だから。あははははは、もうやばい。やばい。怖い。ハッピーセットの教祖様がいる。この絵のタッチどうにかならんか、これ。これ、怖っ。絵のタッチ怖っ。どんぐ派ね。あ、出た。ヤシロアズキ。これめちゃくちゃ有名な人らしいよ。無人島には道具だって。あはははははは。出たー。俺の今一押しワンピースキャラ。食料ないと死んじゃうよー。おっかないねー。おっかないねー。ベンベックマン。
あれな、あの頂上戦争の時もあったよね。死んじゃうよ、怖いね、ベンベックマン。何回言わすんだ。5回ぐらい投稿してるけど3回ぐらい言ってる、ベンベックマン。わかんないやつ絶対いるだろ。絶対いるよ、ベンベックマンの流れ持ってくんなら暇つぶしです。どうも、ポケビとブラビだったらブラビ派のコメント賞でした。ほなまた、じゃあね。